見ひびなの陽一、涙は見せない。陽一最終回決定です。今回の企画でついに最終回を迎えることになった陽一、笑いあり涙あり、3年半続いた番組の思い出をミッヒーリナちゃんと共に振り返ります。本当に陽一を愛していましたか、陽一検定。ということで、本当に陽一を愛していたのか、過去の VTR から問題を出題。先に3問正解した方の勝利となります。じゃあ第2問。はい、ミヒリナの陽一 DVD の発売イベントが行われたのは何月何日。あれ寒かった。勘でいいですか。はい、どうぞ。11月です。11月の6日、はい、でもそんくらいですよね。惜しい惜しい。はい、どうぞ。11月の8日。はいはいはい。11月の4日。でもそうじゃない。11月の3日。ピンポン。もうどうぞ。マーク。2011年11月3日この日、秋葉原ではミヒリナの陽一 DVD の発売記念イベントが行われた。正解は2011年11月3日でした。だってこの次の日に熊本行ったんだよね。あ、そうでしたね。そうそうそう、ね、覚えてる覚えてる。すっごいいっぱいお客さん来てくれた記憶がある、ね、まさかの。そして、ミヒーさん1ポイント。あー悔しい。私が大ヒントを出してあげたんですよ。ありがとうございます。どうもミヒルです。ここで私からお知らせがあるんですけれども、皆さんハニーライはご存知でしょうか、うん、結構知っている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、よく雑誌とかこうペラペラめくってると広告が載ってたりするんですけれども、このハニーラインは何ぞやと言いますと、自宅にいながらにして女の子とテレビ電話ができるという画期的なサイトなんでございます。そしてさらにですね、こちら見えますか。パシャッと撮っていただきますと、パソコンの私の壁紙とか、あとは着モーション、あとは私と一緒にゲームができるという素敵なものが無料で楽しむことができますので、皆さんぜひこちら今すぐパシャッとやってみてください。遊んでよろしくお願いします。だだん、3問目。はい、ミッヒー、リナちゃんが初体験することが多い陽一では、陽一の秋の大運動会で明らかになったリナちゃんの意外な初体験とは。サービス問題ですね。初体験え、大運動会ってだだっぴろい公園でやった。初体験。初体験。え、でも種目っていうことですよね、きっと。はい、どうぞ。玉入れ。あれ、初体験。初体験って言いました。初めて、初めてなんですよって言ったやつがあったってことですよね、運動会に。あ、あれだ、チャンバラ。チャンバラは初めてだったんですよね。はい、種目というよりも、あの時ヘリがすごい近くに来たからこんなに近くでヘリ見たの初めて。でもそれ言ったと思います。ね、うん、すごいヒント出します、ね、あ、はい、こちら。ん、ん、はい、あ、どうぞ。初めて、何かを着た。ピンクのグルマを履いた。お、正解。お、わー、やったー。ただいまより陽一秋の大運動会を開催します。ブルマ OK ですか。OK ですかじゃない。あー、やらしく映してる。
ちょっとほっこりしてるもん。ほっこりしてるけど大丈夫。だってブルマなんて着たことないですもん。すみません。正解は初めてピンクのブルマを履いたでした。そう、ブルマ着たことないですもん。あー、うん、あれなんの、学生の頃はブルマじゃなかったんだっけ。ブルマじゃなかったです。そっか。お、ブルマって何のためにあるんだろうって思ってました。存在は知ってましたけど。私なんか小学校の時ずっとブルマだったよ。あら、うん、ちょっと世代を感じます。だから履き方がちゃんとしてたんですか。私にすごいルカは変だよってずっと言ってたじゃないですか。そうだっけ。だってあんな股間がさ、もっこいしてないよね。あれ絶対逆だと思うんだけど。私何回も表裏で着たんですよね。確認して。ということで、うん、1ポイント対1ポイント。およっしゃ。次回の4・1はまだまだ続く4・1決定。根性がある。近いんですけど違います。珍解答続出、爆笑必至の後半戦、見逃し